はい、皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座は第8回ウクレレキャンプ開催の日程が決まりましたので、こちらのお知らせをさせていただきたいと思います。はい、第8回のウクレレキャンプは2022年10月の第3土曜日と日曜日、10月15日16日の2日間です。ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。ウクレレキャンプっていうとテントに泊まって、私テントに泊まったことないし、テント持ってないし、いやいや大丈夫なんです。宿泊はテント泊と、あとはバルコニー付きの旅館ホテルっていうような施設とどちらか選べます。ですので、テント持ってない方、テント泊したことない方はそちらのお部屋の方に泊まっていただければ OK です。このウクレレキャンプのキャンプはですね、どちらかというと合宿という意味のキャンプです。ただですね、この宿泊施設数が少ないですから、早めに申し込んでいただく方がいいかと思います。前回前々回とキャンセル待ちが出ました。キャンセル待ち出たんですけど、結局キャンセルが出ず悲しい結果になったということもあります。宿泊施設の方も徐々に、参加者の方が増えてきてますので、こちらも満員になる可能性があります。お早めにお申し込みください。宿泊施設ホームページ見ますと100名とか泊まれるように書いてあるんですが、それは8名とかが一部屋に泊まってマックス100名とかっていう意味だと思います。それぞれにお一人ずつ泊まると、ウクレレキャンプはお一人で来られる方も多いですので、お一人ずつ泊まると部屋数もあまりありませんので、お早めに。練習会は土曜日と日曜日それぞれ1回ずつあります。クラスは初心者初級クラス、それと一般クラスの2つになっております。土曜日と日曜日それぞれ1回ずつ練習会が入ってます。それとあとオプションですけども、ソロ練習会というのも入ってます。これは希望者の方だけ参加いただければと思います。感染症対策に努めて開催いたしますので、皆さんマスクの着用ですね、野外でもなるべくマスクをしていただいて参加ください。食事の方ですが、各自で取っていただくというふうになっております。団体でキャンプに行くけども、それぞれ一人ずつ食べたいものを食べるというふうな感じになっているキャンプというのもたくさんあるみたいですので、そういう感じでですね、それぞれのグループで食事していただく。施設にはレストランもあります。ランチは通常営業してるんですが、夕食と朝食は予約制になっております。食べたい方、テント泊の方も予約すれば食べれますから、こちらのレストランで食べることもできます。それだけではなく、その施設の周りには食べ物屋さんで美味しいところもありますからね、そういうのもいろいろ利用していただくのもいいかと思います。ということで BJ のウクレレ講座、今回は10月の15、16で行われます第8回ウクレレキャンプ、こちらについてお話しさせていただきました。皆さんの申し込みをお待ちしてます。一緒にウクレレを楽しみましょう。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。星空を